滋賀県立美和子文化館は、滋賀県大津市にある博物館、現在休館中。1948年に開館した滋賀県立産業文化館を前身として、博物館、近代美術館、展望閣、淡水魚水族館などを有する滋賀県初の総合博物館として1961年に開館した。その後、近現代の日本画、洋画のコレクションは、 滋賀県立近代美術館に、考古資料は滋賀県立安土城考古博物館に、淡水水族館は滋賀県立美和湖博物館に移され、大海の歴史と文化にテーマを絞って、郷土の文化を紹介する施設となった。その核となっていたのは常設の企画展示室で、滋賀県内の寺院から帰宅された、国宝、重要文化財を含む質の高い仏教美術作品を展示していた。 建物の老朽化、入場者の減少等を理由に2008年3月限りで休館することが2007年12月の滋賀県議会における県教育長の答弁により表明された。2008年3月31日をもって休館しており、現在部外者が館内に立ち入ることはできない。なお、館外での展示会、講座、館倉品の貸し出し等の業務は継続して、 行われている。2013年には、滋賀県によって、新生美術館基本計画が策定され、同館の収蔵品と博物館機能を新たな美術館に移転、継承させるとしている。2021年には、新、琵琶湖文化館基本計画により、大津港湾岸業務用地に新たな建設、2027年度の開館を目指す。 最高部に飾られた影楼のオブジェ外観時間は9時17時、休館日は月曜日であった。ありがとうございます。